常覚寺は、奈良県五条市にある高野山真言宗の寺院。三号は、寿命山、または、延命山。本尊は、普賢延命菩薩。普賢山の名で親しまれる。次伝によると、公認二年高野山から大峰山に、参道の途中で当地に立ち寄った空海が、黒淵に住む独者の害毒に苦しめられる民衆を、憐れみ、霊木に、 普遍延命菩薩の尊蔵を彫刻して、道具を混流したのが始まり。平安時代には、源義経が、不老不死の先導を縁として、祈り受けしたという。南朝との関係も深く、延元元年、五代醐天皇がが明生に先行した折に、病気の平養祈願し、昭平四年、五村上天皇の直眼で、福寿上就の御間を修したと伝える。南朝備の後は、 自運も傾いたが、江戸時代に至り、徳川頼信の三景や安井門関の山道を見た。元禄元年五ま堂を再建し、教法七年巨匠を中造。文久二年本堂を再建したが、1955年8月近隣の、湿火で、すべて消防し、現在の道具はその後の再建である。境内の五輪塔三景は元総福寺跡にあったもので、五代五天皇。 身体検問院、王刀宮の供養等と伝えられる。このほか境内には小判を居つぶして作ったためその原型が残る小判の鐘、水面に影が映らないと死ぬという姿見の意がある。ありがとうございます。